こんばんは、大島匠です。匠クロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、オルテガのオフホワイトのベストを着まして、セントジェームスのグレーで、リーバイスの517のコーデュロイを履いたスタイリングになっております。ちょっと肌寒くなってきましたので、オルテガのベストが大活躍しております。でボンビューでもできるだけ仕入れたいと思っておりますので、ぜひオルテガのベストを探しにボンビューにいらしてください。よろしくお願いします。それでは、今回の本題に入りたいと思います。今回は、皆様もお好きな方が多いと思いますし、私も大好きなブランドメーカーの一つであります、バブアについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。その中でも、今回ボンビューでちょっといくつかに仕入れることができました。古着のバブアを、ご紹介させていただきたいと思います。私自身古着のバブア2つ所有しておりまして、ビューフォートとダーハムの2点を所有しております。まず簡単に私が普段インスタグラムで投稿している画像をこちらに流しながら、ちょっと解説を簡単にさせていただきたいと思います。まずはビューフォートです。ピレールの、もう少しこう着丈が長くなったバランスのものをですね、こういった形でニットと、シャツをレイヤードして、ウエスタンディティールのベルト、チノパンでスタイリングをしていたり、あとはこういうふうにコーデュロイのスーツにベージュのシャツでキャップなんかかぶってパラブーツを履いているスタイリングで、グレーのウールパンツとグレンフェルのゴルファーとのスタイリングもこういった形で合わせていたり、あとはネクタイをしてツイードのジャケットで、スウェードのフルブローグのシューズっていうコーディネートをしていたりします。でやっぱりこの辺りのツイードだったりコーデュロイ、あとはスウェードのシューズなんかにはやっぱりバブアはものすごく相性がいいと思いますので、冬場のラギットなスタイリングなんかの時にはバブアを取り入れていただくと、割とこうコーディネートが全体的に綺麗にまとまるんじゃないかなと思います。これなんかもそうですね、少しこうオレンジのカラーニットを効かせたスタイリングでウエスタンブーツと合わせていたりします。ビューフォートとビレイル、あとボーダーっていうモデルに関してはスタイルとしては割とベーシックなスタイルになりますので、カジュアルなスーツから、先ほど言っていたコーデュロイのようなスーツから本当にカジュアルスタイルまで、いろんなスタイリングに使っていただけますので、ビデイル、ビューフォート、ボーダーというモデルに関してはまだお持ちでない方は1着目はその3モデルから選んでいただければいいんじゃないかなと思います。本当に使いやすいアイテムですので、ぜひ1着手に入れていただければなと思っております。そしてもう一つ古着で私が所有しているのがこのダーハムという形になります。いわゆるこうマウンテンパーカー風のモデルになります。こういうふうにネクタイをしているスタイリングに、クラークスを合わせているんですけども、こういうふうにちょっと外しの時にマウンテンパーカーを羽織っていただくと、割とこう全体的にまとまるんじゃないかなと思います。これもウールパンツとチルデンニットでニューバランスのスニーカーでマウンテンパーカーを羽織っています。これなんかは割とベーシックなスタイリングで、ツイードのジャケットに、ブラウンのニットタイをしてデニムと合わせているんですけども、こういうスタイリングをしていただくことで、そのちょっとスポーティーな、バブア、要はマウンテンパーカーというスポーティーなディティールを、バブアに落とし込んだスタイリングっていうのがオーソドックスに典型的に使っていただけるスタイリングじゃないかなと思っております。こういうふうにブレザーと合わせていただいてもかっこいいですし、この辺りなんかはすごくカジュアルで、ネイビーのニットでネイビーのベレー帽をかぶってウールのパンツを履いているんですけども、こういうふうにミックススタイルを作っていただいてもかっこいいんじゃないでしょうか。これもドレス寄りのスタイリングですが、こういうベーシックな、ジャケパンスタイルにも相性がいいアイテムだと思いますので、ぜひこの辺りも、コーディネートの参考にしていただければと思います。で今回仕入れができたバブアっていうのがいくつかモデルがありまして、ちょっと私が来て、ご紹介をさせていただきたいと思います。まず1点目がビデイルのブラック、サイズが38になります。いわゆるクラシックビデイルです。すべて今回ご用意させていただいたものはクラシックタイプになりますので、そんなに細いモデルではありません。で、38で私でこれぐらいです。私だともう多分38で着てちょうどいいのかなと思います。こんな感じですね。
で、これに関しましてはかなり状態も綺麗です。新品まではいかないですけども、あの古着特有の当たりみたいなものはほとんど出ていなくて、状態もかなりいいのでおすすめの一品になります。ブラックっていうのもやっぱりちょっとこうモダンな印象になりますので、ちょっとこうラギットすぎると思われている方はブラックなんかを取り入れていただくといいんじゃないかと思います。続いて同じくビデール、オリーブですね、サージグリーンのサイズ40です。こういったバランスになります。まあ、40でも多分そんなに私が着てもこうガバガバになるオーバーサイズには見えないと思いますので、私ぐらいの体型の方から、まあ、175cm ぐらいの方で、40で着ていただけるんじゃないでしょうか。で、このモデルに関しては多分袖口がもうかなりほつれてしまっただろうと思われます。なのでここだけ同じ、オイルドクロスで、継ぎ足しをされております。この両袖部分、これはもう全部イギリスで補修をされておりまして、まあ、そういうのも何でしょうね、少しこう歴史を感じるというか、あのそういうところがやっぱりこういうバブアのヴィンテージの面白いところかなと思っております。で、やっぱり多少こう使用感はあります。袖内が破れるぐらい多分切られていたんだと思いますので、使用感はありますが、ちょっとこう白く当たりが出てるところっていうのは、あの着ていただくとある程度こう馴染んできますので、今よりは着ていただくことでもう少しこう自然な見え方になると思いますので、あまりこう気にされなくてもいいんじゃないかなと思います。ビデールのサイズ40になります。ここのポケットが少しだけ右のところ穴が開いてますが、まあ、全然問題なく着用できるレベルだと思います。続いて同じくビデールにオリーブグリーンのサイズ40になります。さっきの2着目よりももう少し色が明るくなってます。グリーン味が強いというかトーンとして少し明るいオリーブグリーンになります。こんな感じです。こっちはの補修なしです。若干袖口ほつれが見られますが、全く問題なくずっと着て、まだまだ着ていただけると思います。まあ、これもあの同じようにこう当たりは出てますが、もう少し着ていただくことで馴染んでくると思いますので、ぜひご検討いただければと思います。かなりかっこいいと思います。私ぐらいで40着ても割とこう様になるんじゃないかと思います。続いてビューフォート、オリーブグリーンのサイズが38です。ビューフォートでこんな感じです。着丈が少し長いのがお分かりいただけるかと思います。こんなバランスです。あのちょっとこう中途半端な丈っていうのがまたたまらなくて、私あのビデールも好きですけどビューフォートも大好きで、もうバランスがやっぱり独特でかっこいいなと思っております。で、ビデールは袖口にリブがついてるんですけども、ビューフォートに関してはあのこういうマジックテープでこう絞り上げるような、あの縛り付けるような仕様になってますので、リブはついておりません。あとビデールとの大きな違いっていうのは、まあ、着丈のバランスっていうのもあるんですけど、こういうところになんかこう隠しポケットみたいなのがあったり、あとここにあのゲームポケット、要はハンティングをして獲物を入れるようなポケットがあの背中に隠れていたりするっていうところも、ビューフォートの大きな特徴になってきます。かっこいいと思います。サイズ38です。続きまして同じくビューフォートサイズ38のネイビーです。こんな感じです。ディテールとしては先ほどのオリーブグリーンと全く同じディテールになります。こんなバランスになっております。で、このネイビーに関しては少しこの袖の内側に穴が開いてたりします。こっちも穴が開いてます。ですが、まあこういうのもまあバブアの味かなと思います。で、これ日本で普通に着てこの穴を開けようと思うと相当時間がかかりますので、まあ、こういうのが割とこうヴィンテージのバブアらしい良さなのかなという気がしておりますので、まあ、この穴が開いてるのはちょっとなと思われる方はもちろん避けていただいた方がいいと思うんですけども、まあ、そういう良さっていうところに共感していただける方は、あのこの味のあるバブアっていうのを選んでいただく一つの楽しみかなと思っております。ネイビーの38です。で、続きましてボーダーです。サイズ40のネイビーです。着丈が長いです。こんな感じです。で、袖口は、ビューフォートと同じようにあのマジックテープで絞り上げるタイプになります。こんなバランスです。ビューフォートと同じようにここに隠しポケットがあるのと、ゲームポケットみたいなものは、ボーダーに関しては存在しません。こんな感じです。
まあ、少し長い丈のもののバブアは結構バランスがよく作られておりますので、かなりおすすめできる一品かなと思っております。でビデールとビューフォートに関してはラグランスリーブなんですけども、ボーダーに関してはセットインスリーブになります。まあ、でも肩の落ち方は割と自然に落ちますので、少しオーバーサイズで着ていただいてもかっこいいと思います。でもう一つボーダーでサイズ42のネイビーです。こっちはそんなに古いモデルではありません。なので状態も割と綺麗です。まあ、私が42を着るとさすがに大きいので、まあ、180センチ前後ぐらいの方に着ていただきたいなと思うんですけど、まあ、あのボーダーなかなかかっこいいです。カジュアルなスーツスタイルに合わせていただいてもかっこいいですし、もちろんカジュアルスタイルも使っていただけるんですけど、まあ、この着丈が膝ぐらいまであるっていうのはなかなかこうバブアにとっては新鮮なアイテムかなと思いますので、まあ、ぜひご検討いただければと思います。あの内側のポケットとかの仕様が、あのポケットが結構たくさんありますので、まあ、冬場秋口ぐらいからバッグを持たずに外に出かけられる方にとってもすごく便利な一着だと思いますので、よろしくお願いします。でちょっと変わり種のアイテムが一つあります。ちょっと詳細はよくわからないんですけども、バックハウスというニュージーランドの多分お店だと思うんですけど、そこがバブアに別注をしたモデルで、何でしょうね、カントリージャケットサイズ34というサイズです。ちょっと着てみたいと思います。でもうジップがなくて、すべてこうスナップボタンで留め合わせていくという、こんな感じです。まあ、ちょっとこうセーラー襟っぽいのが後ろについていまして、まあ、なかなかこう変わっているアイテムだなと思います。でバブアは何着もお持ちの方には、まあ、少しこう変わり種なアイテムとして、あのぜひ買っていただければなと思って仕入れをしました。なかなかこうバランスとしては面白いアイテムだと思います。で生地も少し他のバブアとは違う、まあ、コットンなんですけど、少しこう張りがもう少し強い生地感になりますので、これ多分着ていくと相当いい味が出るだろうなと思わせる生地感になっておりますので、よろしくお願いします。で今までご紹介したバブアはだいたいお値段は 3万5000円前後に設定をしております。で一つだけちょっとスペシャルなものがもう一つありまして、これだけ少し値段が高いです。5万4000円になります。何が違うかと言いますと、まずロイヤルワラントが、バブアの場合3つ付くんですけども、これは1つだけ、要はシングルタイプになります。1つだけロイヤルワラントが付いているタイプになります。で名前がゲームフェアジャケットというモデルになりまして、多分60年代ぐらいの、バブアになると思います。サイズとかの詳細はちょっとわからないんですけども、いろいろ使っているパーツが違いまして、例えばジップとかスナップボタンっていうのが、多分これ全部イギリスのパーツを使っていると思います。で今のパーツとはちょっと違います。と襟もちょっと少しこう丸みのある襟になってまして、なかなか面白い変わったアイテムだなと思います。多分サイズ42ぐらいだと思います。こんな感じです。私だとちょっと大きいですので、まあ、180センチ前後ぐらいの方に着ていただければいいかなと思います。かなりこう珍しい一品だと思いますし、この襟のこの丸い感じが、あの多分この画面でもなんとなくお分かりいただけるんじゃないかなと思いますが、ちょっとこう異彩を放つ、同じバブアを着てても少しこう異彩を放つテイストのものかなと思いますので、バブアお好きな方にぜひ着ていただきたいなと思いますし、割とみんなと同じが嫌だなと思われる方はこういうところで少し差をつけていただいても面白いかなと思いますので、検討していただければと思います。結構こういうパーツも面白いのを使ってますので、よろしくお願いします。あと、まあ先日ご紹介させていただいたダーハムと、まあ、これはもう新しいですね、スリムフィットモデルのブラックウォッチは、あの継続して販売しておりますので、あの一緒にご覧いただければと思います。あのバブアに関しましては、あの、まあ、本当に好きな方も多いと思いますが、まあ、やっぱりこのオイルドっていうところに抵抗を持たれる方も少なくないとは思います。まあ、私はもうオイルドしか持っていないので大好きなので、ぜひ皆様にもそのオイルドの良さをぜひあの味わっていただきたいなと思っております。
ジーンズとかと同じで、着込んでいくことでどんどんいい味が増していきますし、自分のものになっていく。でヴィンテージなので今まで誰かが着られていたものではあるんですけども、そこからさらにご自身の味を付け足していただけるアイテムだと思いますので、ぜひちょっと検討していただければと思いますし、かっこいいコーディネートができると思いますので、秋口冬ぐらいまで大活躍をするアイテムだと思いますので、ぜひオンラインショップの方を覗いていただければなと思っております。それでは、今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。